じゃあ来て、ここ来て、ここ来て、ピザ来てよ、そう来て、ここ来て、もう嫌いでも終わった。ここ来て、そうそうそう、行く行く。今日の朝、中央動物医療センターに行って、またピザトルの指の診察をしてもらいました。実はもう約2週間経つんですけれど、指のね、あれがまだ若干残っているので心配だったので、一応連れて行きました。で、前の抗生剤は全て飲み終わったんですけど、手のひらの傷と、あと赤みはね、全部引きました。ので、本当にあと少し腫れが残ってるかなって感じです。で、今日また処方してもらったのが、今回は抗生剤の中に、腫れ止めを入れてもらったので、ちょっとこれをまた飲ましたいと思います。で、今回腫れ止めが入ってるのにちょっと色が変わっています。で、ちょっと粒子的なものあるので、よく振ってから使ってくださいとのことでした。これも前回と同じく 0.2 ミリ使用します。で、スプーンとエナジーバイトですね、同じ。間違えた、こちら。ちょっとまた見えない。これで今 0.2 ミリ入れました。待ってね、これをスプーンにちょっとだけ出します。もう最近薬飲むのすごい慣れてきて、かなりすんなりと飲んでもらえるようになりました。あれ？どうしよう。これだけはダメで。ピザトルが取ろうとするので、ちょっと高さあるところから入れます。ちょっと待って。あかんで、あかんで。薬入れてない、あかんよ。ちょっと待って待って、欲しいね、ちょっと待ってね、あれで、あ、あ、あ、手でちょっと、手で捕まっといて、おーい、今液体とこのプロテインエナジーバイトを手で触ったので、ピザトルの手にもついちゃってます。お、すんなりだね、今日も。選んだ、違った、こっちも舐めて、ピザ、ピザ来て、裏も舐めて、そう、出た、ちょっと腫れが引くといいんですが、また1週間様子見になります。で、ちなみに今回は診察明細書これなんですけど、結構安かったです。2090円ですね。2090円で診療したり診察してもらいました。結構ね、中央動物医療センター、多分すごい良心的な価格だと思います。先生も、ね、優しいのでおすすめです。ピザ来て、ピザここ来て、ここ来て、いいよ、大きな出てあげるから、ここ来てよ、もうそこに出てない、上来た、いいの、